こっから、フランスからイギリスに行くのに6万円ぐらいかかるんですよ。5万8000円ぐらいだったんですよね、荷物の関係とかで。で、イギリスからタイに戻るじゃないですか。でそうすると、タイまでに戻るのに15万ぐらいかかるんですよ。で、タイから日本はもうチケットが取ってあるんですよね。だけど、もう、で、今フランスからイギリスはチケット取ったんですけど、TKS さん、ハルトバシで泊まれてます。あ、ナサさん、ハルトバシで、こんにちは、ハルトバシ。なんですけど、あの、向こう、イギリスに行った時は滞在費とレンタカー代とかなくて、もう全く、あと食費代ね、ないんですよ。で、ちょっとなんか助けることないかなと思って。NNS さん、ハルトバシです。皆さんがね、皆さん、誰か、NNS さん、あ、ぬこさん、ハルトバシです。助けてもらえないかなと思って。いや、怪我の治療してるんですけど。ここも治ってきたね。あのー。